おお。うわ。わほ。どうも、リ・ガトーニエです。今回はですね、アメリカにですね、ちょっとバカンスで、まあ、アメリカのナイアガラ、まあ、多分皆さん知ってると思うんですけど、フォールですね、アメリカのナイアガラフォール、ナイアガラフォール行って、すごい、やっぱりクリエイターなんで、インスピレーション来ちゃって、それを表現するパスタ、作っちゃったんで、ナイアガラパスタ今日やっていきたいと思うんですけど、まあ、ラザニアっぽいやつをリガトーニで作るって感じですかね、まあ、ミートソースの、まあね、すごいパーティーに映えるし、まあ、食べると実は超美味しいっていう、まあ、一石二鳥なパスタなんですけど、そんな難しくないんで、今日はもう既製品バンバン使って、子供とかと一緒に食べたらめちゃくちゃいいんで、これは本当に絶対やってた方がもう将来役に立つんで、最後までぜひ見ていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。まずリガトーニですね。まあこれはなんかスーパーとかで最近売ってるんで、ちょっとなんか食感も強くて、肉厚なパスタで、まあ主にミートソースとかカルボナーラとかで使うショートパスタですね。でこれと、市販のミートソースと市販のベシャメルと牛乳とチーズで、ケーキの型っすね、今日はこういう感じで下が外れるやつ、こういう感じで下が外れるやつを使っていきます。じゃあまず最初に何やるかっていうと、茹でていきます。で 1% の塩が入ってるやつで、まあ、普通に、入れていきます。まあ、大体11分、茹で時間が12分なんで30秒ぐらい前でいいかなと思って茹でていきます。じゃあ11分半ですかね。そう、12分茹で時間なんで、今日は、11分半で30秒半ですね。スタート。はい、今日簡単なんだよな。でその間にベシャメルがちょっと重たいんで、牛乳で少しだけ伸ばしていきます。ちょっと重たいじゃないですか、こうやって。でここにちょっと一回混ぜる前に一回ヘラでこうこれって柔らかくすると少し柔らかくなるんで、で大体こぼすから、みんなそれをこぼさないように、こういう時にこぼすやつはダメっすね。ちょっとずつやれば絶対こぼれないから、こぼしこぼですよ、それはカットされるな。これこの牛乳入れることでベシャメルがすごい柔らかくなってこう伸ばしやすくなるんで、ちょっとこれはお願いしたいですね。こんな感じでちょっと滑らかに。今日切るの何もないじゃん、切り物なし系じゃん、ノー包丁じゃん。ノー包丁ですね。ちょっとくっついちゃうから軽く箸でこういう感じで、じゃーん、ニューバランスの1906です。塩のユニフォームに採用してるやつです。これもうめっちゃいいんすよ。今アジア企画でコストパフォーマンスいいし、だけど履き心地いいし、めちゃくちゃ良くて、うちの会社のユニフォームに採用してるんで、今みんな喜んで入ってるんですけど、超おすすめなんで、よかったら履いてください。僕普段これ最近履いてますね。じゃーん。はい、じゃあなりました。11分半、こんな感じですね。そしたらちょっとお湯切っていきます。はい、で温かいうちにこれを温かいうちにここに入れます。温かいうちに入れて、オリーブオイルを、これバージンの方がいいかな、まあ、一応バージンですか。オリーブオイルをかけてくっつかないようにして、ここの粉チーズを絡めていくんですよ。こんな感じでしっかり、あんまりやりすぎちゃうとこれが形崩れちゃうんで、大体でいいんですけどね、こうやって。はい、じゃあ一回食べてみます。
はい、うまい、もう普通にうまい。そしたらですね、こうやって立てていきます。こんな感じで外堀からこれさ、一人で食べるときはさ、アホだね。自分で食べるためにこれさ、相当アホだね。これなんかでもやっぱさ、あれだね、映えるね。すごいね、この料理。ギリギリまでがっつり入れたいですね。まだこんだけ入りますから。うわ、だいぶ入ったね。おっしゃ、こんな感じですかね。そしたらこの穴にこう入るように適当に こんな感じで全体全部入らなくてもいいけど、こんな感じですよね。そしたら、スプーンでミートを上にかけていきます。お好みでもうちょっと食べたいミートソース好きな人は多めに入れてもいいしね。で、最後伸ばしたベシャをはい、そしたら、チーズを全体に、ここでチーズ好きな人はいっぱい入れてもいいし、いい感じで。最後これを表面ちょっとカリッとさせたいんで、これでしっかりカリーで、こんな感じですね。では今日はオーブンが200度、大体10分ぐらいかな。コイルで大体10分ぐらいでいいと思うんですよね。もう火入ってて。いきます。これ綺麗な感じね、オーブンが。気持ちいいね。気持ちいいね。いきます。いってらっしゃい。いきますよ。はい、いってらっしゃい。じゃあ10分。おお、わほう、おお、やばいっしょ、やばいっしょ、やばいっしょ。ちょっと行きますか。行きますか。その前にちょっと一回周りをね、ここでくっついちゃってるから絶対。しゃあ、それでは外して。たいと思います。お、うん、あー、熱い。よし、やした。ナイアガラパスタ、完璧ですか。完成です。じゃあ早速食べていきたいと思います。あのね、パスタの歯ごたえが最高。めっちゃうまい。うん、
っぱい。めっちゃうまいこれ。中側と外側めっちゃカリカリあんだけど、なんかめっちゃしっとりしてて、うまい。これ正直ラザニアよりうまいかも。俺こっちの方が好きかもね。そのなんかカリカリの外側の食感と中のむっちりした食感と噛み締めるこうギガトンニョ肉厚の粉の甘さが全部混ざって、ぶっちゃけこれ超うまい。なんか映えみたいになってるけど、味としてすっげえうまいんで、めちゃくちゃおすすめですね。あと結構簡単なんで、ぜひパーティーでやってもらえたら最高だと思います。ぜひナイアガラよろしくお願いします。以上、リガトーニでした。リリリ